日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムミーがいよいよ動き出しました。これは新たな戦闘機の開発を目指すプロジェクトです。日本は前例のごとくアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発だろうと予測されていましたが、逆転大機な変化を見せました。今回は日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社の協力による機関部の開発について見ていきましょう。2022年12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と命名し、日本とイギリス、イタリアの3カ国で共同開発を行うと正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定し、2022年初から IHI 社とロールス・ロイス社において実証実験をスタートし、2月には、次期戦闘機用のレーダーやセンサ類の実証実験機の共同研究についても決定していました。したがって、今回 GCAP が始動したことは、各国政府がこれまでの流れを公式に認め、満を持して公表したと言っていいでしょう。この GCAP で開発される戦闘機の将来ですが、空自が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるそうです。日本とイギリスの次期戦闘機に関する協力関係は、この2年ほどで急速に強化されましたが、これまでアメリカのロッキード・マーティン社が、開発技術のサポートとして関わるのが当然という動きに区切りをつけたことになります。太平洋戦争での敗北後は、軍備につながる産業分野では、アメリカ製機体を製作に応じて日本企業が調達するという形でコントロールされていたため、航空機の開発技術も大きく後退することになったのです。今回の次期戦闘機開発目的は、現在、空自が保有している F2 戦闘機の後継機ということです。F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画でしたが、その当時は、エンジン部の製造が技術的に難しかったので、三菱重工業者を中心としつつも、アメリカとの共同開発になってしまったのです。F2 開発当時は、日米貿易摩擦が大きく影響し、日本とアメリカの政治的問題から、アメリカの F-16 を土台にすることが要求されたため、残念ながら国産化は果たせませんでした。その F-16 戦闘機の各部において、胴体を延長したり、主翼の大型化など、機体全体の大型化が行われただけでなく、最新電子技術も含めた大掛かりな変更が加えられ、対艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機のコアである制御部分の情報は日本に公開されなかったのです。つまり、状況変化に合わせて日本で自由な仕様変更が行えなかったということです。こういった F2 戦闘機開発の苦い経験をもとに、その後継機開発に関しては、三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を集めて、開発の主導権を日本が有することを前提として事業を進めてきたというわけです。もちろん、ロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も当然視野に入っていましたが、システムなどの大事な情報をまたブラックボックス化される可能性がある状況で、日本とアメリカの意見が合わなかったのではと思われるのです。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めてアメリカ以外の国で協力開発、配備することが決定したのです。GCAP は、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されています。さて、今回の GCAP の開発にあたっては、日本は、三菱重工業者が主契約者となり機体を担当、IHI 社が機関部、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスは、BAE システムズ社が、全体の統括と機体、ロールス・ロイス社が、機関部、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当するので、チームテンペスト計画そのままの布陣です。そもそも、この GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、IHI 社が製造した国産エンジンを使用すると見られていました。
というのは、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF-5 エンジンや XF-9 エンジンがありますが、これらはタービン入り口付近の高温に対する耐熱性や発電能力、ステルス性確保に対する推力など、次期戦闘機に十分に対応しうる品質を持っていることが明らかだったからです。製造された XF-9 エンジンは、地上での動作確認で、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800°C を叩き出し、世界標準クラスの数値を示しています。この FX-9 エンジンは、2010年から開発スタートしたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力であるハイパワースリムエンジンと呼ばれました。近年では、戦闘機による空対空戦闘は減っていますが、今回の FX-9 の大出力は、戦闘機の高機動性を保持するためには不可欠な条件であり、敵ミサイル等の攻撃回避にはとても重要なのです。と言っても、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうですね。戦闘機開発において、国産化に向けて一定の成果を上げている XF-9 は、次期戦闘機への搭載が期待されます。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまで培ってきた技術がどのように活用されるかも注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーン機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。高級車で有名な企業ですから、エンジン技術が高いのは当然ですね。そのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられているそうです。戦闘機の機関部の開発の難しさを考えさせられます。しかし、ロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF-9 エンジン技術よりは、はるかに高いのです。これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していますから、GCAP では、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX-9 エンジンですが、小スペースし、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあるので、今後は、これまでの開発を生かし、実用機での採用を期待したいものです。ここで IHI 社について紹介します。IHI 社は、2007年、平成19年7月に、社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社という社名でした。江戸末期から160年以上の歴史を持つ日本の三大重工業の一角を支える代表的企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機分野において、ジェットエンジンの製造では日本国内でシェア 60% を誇っているのです。現在、空自が運用している F2 戦闘機にのゼネラルエレクトリック社製 F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機のプラット&ホイットニー社製 F100 エンジンは、IHI 社がライセンス生産したものです。また、海自の P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは、IHI 社が開発し、小燃費、低走音が特徴で実用化、量産化されています。このエンジンは、ターボファン形式の高バイパスエンジンとして、民生品への応用も模索されています。海自のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、ミサイル護衛艦マヤ型の建造を手掛けたのはジャパン・マリン・ユナイテッド株式会社です。この企業は、ユニバーサル造船と IHI マリン・ユナイテッドが合併して誕生した企業ですが、もともとは、IHI 社の造船部門から派生した企業ということなので、IHI 社の技術力の高さが実感できる証拠でしょう。
カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得を試行中で、タイゲイ型潜水艦を念頭に入れているとの情報をキャッチしました。今回は、カナダが日本のタイゲイ型潜水艦注目、攻撃型潜水艦現地建造で、防衛省は落選かを詳しく見ていきます。やはり、日本の潜水艦は現地建造に弱く、オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯がありますよね。フランスに横取りされたんですが、そのフランスはアメリカとイギリスに原子力潜水艦建造で取られました。もたもたしていたからだよ。日本における防衛力の用途位置づけられているものの一つが、かつての防衛力整備計画に基づき、昨年2023年3月に実現を果たした潜水艦隊の22隻体制であることは、注目の一致する見解とみて間違いないだろう。2024年を迎えた今、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、古い方から、順に親潮型8隻、双竜型12隻、タイゲイ型2隻で、この22隻体制を構築しており、これに加えて、親潮型2隻を練習潜水艦として保有、運用している。日本の海上自衛隊では、現在の22隻の潜水艦隊を最新の状態に維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が、各年で、新造の潜水艦を供給しており、これにより、その建造能力やインフラの保持も確保されている。言うまでもなく、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、これまでのところ、すべてが通常動力型の攻撃型潜水艦によって構成されており、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器を主兵装としている。こうした状況下、現在の海上自衛隊で実戦配備されている潜水艦の中で、最も古い艦級である親潮型であっても、それは2000年3月に就役を果たした3番艦うずしおであり、今年で25年目の慣例に止められている。海上自衛隊の潜水艦は、そのすべてが通常動力型の攻撃型潜水艦であることは前述した通りだが、機関部の構成は、ほぼ艦級ごとに改められており、艦級と同様に、大きく3種類に分けることができる状態である。まず、最古参の親潮型は、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式であり、潜水艦が世界の歴史上、海軍戦力として登場した1世紀以上前から続く古典的な構成である。続く、双竜型は、1番、双竜から10番艦の双竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に加え、スターリング機関をも備えるディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進を実現している。そして、双竜型の11番艦、王竜、12番艦、東竜、そして現在最新鋭のタイゲイ型では、ディーゼル機関とリチウムイオン製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用している。双竜型の11番艦、王竜以後のこの機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式であり、安全性の面の難点を抱えるとされたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたとして注目を浴びている。通常動力型の攻撃型潜水艦の世界的なトレンドでも、数年前までは何らかの非対機依存推進を採用することがマストであった感が強かったが、双竜型の11番艦、王竜の就役以後、その認識に変化が生じているようにも感じられる。このような海上自衛隊の潜水艦の配備状況の中で、かつて、一時期は、双竜型を、オーストラリアのアタック級の後継艦として、初の海外輸出になる可能性が大きく取り沙汰されたこともあったが、成就はしなかった。この時、オーストラリアは、フランスのシフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改めたものを採用することを決めたが、ご存知のように、それは、イギリス・アメリカとの新たな軍事同盟、オーカスの締結によって撤回された。オーストラリアは、このオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を、
まず5隻程度調達し、以後は、イギリスと同盟名を冠した新規の攻撃型潜水艦、オーカス級を建造し取得する方向へと舵を切っている。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は、日本を含め、今後は、一気に原子力推進に傾くとの見方も一部では指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を鑑みれば、通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は残存している。具体的には、昨年2023年の段階で、通常動力型の攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、ヨーロッパではオランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジアではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられる。そして、北米では G7 にも名を連ねるカナダがそれを志向しており、インドとこのカナダを除けば、そこまで広い海域を戦場とすることは考えにくい。いわば大陸国が、主として費用対効果に優れる通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を志向しているように見える。インドの場合は、広いインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備、警戒に通常動力型の攻撃型潜水艦を欲していると思われ、その考え方は、中国やロシアと似た運用方針であるのではないかと感じられる。翻って、カナダは、その地理的な位置から、西に太平洋、東に大西洋、そして北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えているが、共に NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接していることもあり、比較的に恵まれた安全保障環境下にあるとも言えそうだ。現在のカナダは、かつて、1980年代に、イギリス海軍が、自軍内で、最後の通常動力型の攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受けて、ヴィクトリア級潜水艦と名称を改めて運用している。この旧アップホルダー級潜水艦、現ヴィクトリア級潜水艦は、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルの規模の通常動力型の攻撃型潜水艦で、やはり、主兵装は、岩首部の6門の 533mm 魚雷発射艦である。同艦は、イギリス海軍においては、1990年から1993年にかけて収益を果たしたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定を下したことで、1993年から1994年にかけて退役、カナダ海軍では2000年から2004年にかけて再収益を行った。現、ヴィクトリア級潜水艦は、イギリス海軍では、わずかに1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍に受け入れられた形だが、兵装はカナダ海軍では対艦ミサイルや機雷が除かれ、長魚雷のみで運用されている。こうした兵装の省略からも、カナダ海軍が現ヴィクトリア級潜水艦に求めた能力は純粋な哨戒任務を主としていたことが推察されるが、現時点ではイギリス海軍への収益からは最大で35年、カナダ海軍でも25年と老朽化が進んでいる。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置し、現状は2034年に退役を予定している現ヴィクトリア級潜水艦を代替する方針を進めている。このカナダ国防省の CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトでは、自国海軍の要求を満たす通常動力型の攻撃型潜水艦の建造可能国を、ヨーロッパではフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、アジアでは韓国、日本だと明かしている。まず、CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトにおいては、求める潜水艦の使用を、1通常動力型、2長期間の航行能力、3北極海での運用、4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応を挙げている。その上で、現行のヴィクトリア級潜水艦は4隻の保有ではあるものの、前述したように、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーする上では、最低でも8隻。最大では12隻を調達する意向があることを示唆している。
すでに、報道によれば CPSP、カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトは、先に挙げたフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とコンタクトしており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われている。先に挙げた潜水艦の使用、1通常動力型、2長期間の航行能力、3北極海での運用、4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応という4点を見る限りにおいては、日本の対米型は、すべて要件に合致するとの見方も出ている。しかし、カナダ側が、多くの潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、ここで採用する潜水艦の自国内での建造を要件に加える場合、その実績を持つのは、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国のみとなる。防衛省が本腰で開発している次世代レールガン開発に、2024年度の予算が236億円閣議決定との情報をキャッチしました。今回は、世界が羨む日本次世代レールガン開発に、2024年度236億円閣議決定を詳しく見ていきます。極、厚鉄板貫通で開発加速、120連射にも次はトライしていきますね。もはや中国はやめてくれの中国民の声が聞こえてきますね。レールガン開発はアメリカでも中止された非常に難しい開発になっています。AI レールガン開発かな。昨年暮れの2023年12月22日に日本の岸田内閣は今年度である2024年度分の防衛予算案の閣議決定を行い、その額は総額で7兆9496億円と過去の最高額を更新し、今の日本が置かれた安全保障環境の厳しさを如実に示すものとなっている。2024年度の防衛予算案の中でも注目されている使途としては、敵の防空ミサイルの射程圏外から攻撃を行うことが可能なスタンドオフ能力の強化が大きいと思われるが、これも時代の流れを反映したものと言えるだろう。スタンドオフ能力を実現する兵器としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや国産の1蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾などのミサイルの開発と調達に力点が置かれている。トマホーク巡航ミサイル、1蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型ともに、当初の予定の2026年度よりも1年間配備期間を前倒しして、2025年度分からの調達を目指す方向となっており、ここらかも、喫緊の事態であることが伺える。これらトマホーク巡航ミサイル、一蓋式地対艦誘導弾等の能力向上型ともに対地攻撃とともに、対艦攻撃にも使用可能な兵装であり、南西諸島方面における中国軍への対応を念頭に置いたものであることは間違いない。これらのいわゆるスタンドオフ能力を備えたミサイルは、軒並み 900km や 1500km といった従来の兵装の射程距離を大幅に延伸するものとなっており、敵の防空ミサイルの性能の向上に対抗するものだ。従来の日本の陸上自衛隊が装備している一蓋式地対艦誘導弾は、およそ 200km 弱。海上自衛隊の艦艇が搭載するハープーン対艦ミサイルはおよそ 250km 弱の射程距離であり、これを大きく上回るものとなる。こうした物理的なミサイルの長射程化は、今後もますます進むものと考えられるが、今回の2024年度の防衛予算案の中には、こうした通常兵器の進化版以外にも、将来に向けた新しい兵装の開発予算も盛り込まれている。
そうした将来に向けた新しい兵装の開発予算の中で筆頭に挙げられるのはレールガンであり、従来の火砲と異なり、電磁気力を用いて弾丸を発射するもので、今回の204年度の防衛予算案の中では、236億円の研究開発費が投じられる。これまでに、日本では、陸上に設置した、全長約6メートル、重量約8トン、口径40ミリメートルのレールガンの試作と試射実験を行っており、単発ながら、重高初速は、秒速で、2000キロメートル超、反復発射を成功させてきた経緯がある。レールガンを、実用的な兵器とする観点からは、連続発射は欠かせない要件となるが、これまでの試験では、単発での反復使用とはいえ、課題とされていた発射用レールの損耗が抑えられ、実用化に向けた成果として評価されていた。その試験では、単発発射ながらも、120発の反復射撃が可能なことが確認されたといい、レール素材の耐久性が保持されていると報告されており、今後のレールガンの実用化に向けて大きく前進していると捉える向きが多かった。こうした動きの延長線上で、2023年10月には、防衛装備庁は、海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカに、試験用のレールガンを搭載して、世界で初となる洋上でのその試射に成功したことを公表、大きな話題となった。試験艦アスカに搭載されたレールガンの使用は、大きさや口径を含めて未公表ではあるものの、動画で発射時の映像が公開されており、やはり、重高初速で、秒速で 2000km を超過し、射程距離もおよそ 200km に及ぶと説明されている。さらに、このアスカの試験におけるレールガンは、発射速度も毎分10発以上であると言われており、これが事実であるとするならば、かなり今後の実用化に向けて大きな一歩となる可能性があると考えられている。この試験艦アスカにおける日本のレールガンの開発が大きな注目を集めた要因は、かつてはその開発で先行していたとおぼしきアメリカが、日本よりもはるかに大口径長射程であったその開発を中止していることが挙げられるだろう。アメリカ海軍では、最終的に、重高初速で秒速 2500km 以上、重量で 15.0kg の銃弾を、およそ 370km の射程で発射可能なレールガンの開発を行うことを目標に、2005年から、その研究を開始していた。このアメリカ海軍によるレールガンの開発には、BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社が試作を担当し、口径で 90mm。重量 10.4kg の銃弾を、重高初速で、秒速 2700km 以上で発射することに、2010年末に成功している。この成果は、前述したアメリカ海軍が描く最終的な数値目標の達成にかなり近似値であると見さされていたが、この間にも最大の仮想敵国である中国等が開発を進めているとされる、極超音速兵器に対しては優位性が損なわれたと見された。そのため、アメリカ海軍としては、仮に、使用通りのレールガンが完成したとしても、有用な兵器足りえないという判断を下したものと思われ、既存の VLS、垂直発射艦から、運用可能な迎撃ミサイルの開発に注力するのだと解釈されている。アメリカ海軍が開発を進めていたレールガンも、その銃弾自体の弾頭重量は、15.0kg と、決して大きなものではなく、切れ、ゆえに高速度で打ち出すことが可能となったと思われるが、その大きさで、精密な誘導装置を組み込むことは困難なのだろう。現在の兵器としては、精密誘導による精緻な命中精度を確保することは必須の条件だといえ、レールガンの実用化にこぎつけたとしても、その点で、有用な兵器とならないであろうと判断されたことは想像に難くない。そのレールガンが抱える課題はアメリカ海軍に止まらず、日本でも同様であると思われるため、それを押しても実用化することに利点があると防衛装備庁が判断していることに、今後はますます注目が集まるだろう。日本の防衛装備庁は、レールガンの研究から火砲を変える電気の力からという資料内において、
その将来的な使用用途を一極超音速兵器に対する迎撃、二艦艇及び地上目標への攻撃であると説明している。一極超音速兵器に対する迎撃について、防衛装備庁は、その資料内では、艦艇にレールガンを搭載し、その破壊力によって、極超音速兵器を迎撃する多層的な防空兵器と位置づけており、イラストでは、対空ミサイルよりさらに近い距離での使用を起としているように見える。また、二艦艇及び地上目標への攻撃については、艦艇への搭載及び陸上に配置したレールガンによって、その高速度を活かし、迎撃の困難な銃弾を発射し、敵の艦艇を貫き通して破壊することを想定していると思われる。これは、具体的には、資料のイラストを見る限り、日本に接近する中国海軍の艦艇を攻撃する一手段として想定していると召され、敵の領域に侵入していくことを前提としているアメリカ海軍の運用とは異なる、まさに防御兵器を指向しているのだろう。また、今回の2024年度の防衛予算案の中には、高出力なレーザー兵器の研究に31億円、高出力マイクロ波兵器の研究に26億円が投じられることが盛り込まれており、主として、無人航空機等のソフトキル兵器を想定していると召される。今年2024年で丸2年を終えようとしているロシア・ウクライナ戦争においても、ロシアの自爆攻撃を行う無人航空機に対しては、迎撃コストの低さから、従来の機関砲が見直されているが、レーザー兵器や高出力マイクロ波兵器はその上位互換だと思える。